田中健介選手と中島拓也選手がお互いを徹底検証。お題はリーダーシップ、体のケア、器用さなどの6項目。入館コンビの2人は互いをどのように見ているのでしょうか。では中島選手お願いします。お、来ました。偏りましたね。何かメンタル、リーダーシップ、体のケアが満点。お、健介さん一方でルーティンが低いと。お、器用さも思いやりもちょっと真ん中ぐらいですか。はい、ルーティーンは結構いくと思ったんですけど、中島選手から見た、ケンスはルーティーンはもうないと思うんですけど、見た感じ器用、まあそうですね、ルーティーン、思いやり、思いやり普通という、いやいや、もうやっぱりフライ取る時に茶化してくるんで、おー、こっちは真剣にしてるのに、まあそういうところも。処理さんとかめちゃくちゃやってたから。本当ですか。え、じゃあ一人さんこの辺ですか。じゃ、思いやりっていろんな思いやりがあるじゃないですか。で、間のフライの健介選手の引きの速さ見たことあります？特に外の球場の間のフライはもうサイドブレーキ引いたまんま行きますからね。任したって。あ、責任感、責任感ね。俺が取らなきゃって責任感ある。そう、その辺はあるんですよ。体のケアもやっぱり常にアイシングすごいよね。試合終わった後の、うん、量もすごくて、札幌ドームではもう水風呂入ってるで、肩も冷やしてるんですよ。全身冷やしてるんですよ。時代ですか。時代です。ガンダムみたいな。僕と一緒にやった時はなんかこう、この辺とこの辺ぐらい。ああ、もう、もう量はすごいですね。今はもう、もう時代、時代ですか。冷やせるとこは全部冷やす。全部冷やす。さあ、健介選手、はい、僕はこれですね。見た中島選手は、お、大きなグラフになりましたね。メンタルが満点、うん、思いやり、ルーティン、体のケアも高い、うん、器用さがちょっと欠けるかなと、うん、ただメンタルは5、うん、まあ、辛かったと思うんですよね、うん、シーズン中も、まあ、そこはしっかりチームの輪を乱さず、うん、黙々とやり続けられたっていうことに関して満点だな、うん、ほうほう。で、器用さが低いっていうのは、うん、逆にいいことかなと。お、器用にやりすぎるとあっちこっち行っちゃうので、うん、逆に不器用なぐらいが野球選手っていいのかな、うん、まあ、確かに器用さ、まあ、頑固ですからね、僕は、うん、多分年齢重ねるとこの辺はどんどん上がっていくんですよね。なるほどなるほど、ね、この辺は、ね、ルーティーンの多さっていうのはその普段から、タクは結構ルーティーンしっかりしてますよ。流れ、試合前の流れとか、うん、球場入りとか、うん、結構ルーティーンしっかりしてます。しっかり見てますね。めっちゃ見てます。朝入りから見てるんですか。入りから見てる。これはもうもはやもう野球だけじゃないですから。ケースでも早いですからね、入り。ひょっとして僕らよりも早い時ありますか。あ、まあ、ら僕らの時代はってあれですけど、寝癖でまず僕怒られましたから。寝癖でまず朝からやり直してこいでしょ、はい、朝の挨拶がちょっと元気ない、部屋からやり直してこいでしょ。そんな時代だったありましたね。まあ僕らにも原因はありましたけど ね僕なんかも本当朝は遅かったんですけど、年齢重ねていって、まあ、僕移籍とかして若手よりも早くグラウンド出るようになったんですけど、まあ、おそらく健介選手は想像できないと思うんですけど、ひとりさんが来たらバス出発でしょ。いや、そうなんですよね。こんな話したらもう尺がどんどん取れちゃうんですよ。